この度の豪雨によってお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げたいと思います。そしてまた全ての被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。災害の現場に伺い、この度の豪雨の凄まじい被害、自然災害の脅威を改めて認識をいたしました。また避難所においては、被災者の方からいかに怖い思いをしたか、あの時の恐怖が未だに蘇ってくるという話も伺いましたし、猛暑の中で避難生活の困難な状況、将来への不安など切実な思いについてお話を伺ったところでございますが、24日にはこの一連の災害を地震災害に指定いたします。被災者の皆様の生活支援、そして生活再建、さらにはなりわいの再建に向けて政府としても全力を